皆さん、万歳用へのチャンネルをご視聴ありがとうございます。月曜日から金曜日までとにかく毎日公開しているこのチャンネル、国をまたいで生活する万歳用への沖縄での様子も取り上げています。今回の動画は、席がないとバイクのナンバー登録ができないということで、初めて那覇市役所に行ってみた後、那覇の一番大きいと言われているパソコンショップで大容量ハードディスクを買ってみた様子をまとめてみました。日に日に行動範囲が広くなり、日本での滞在の中心地になろうとしている那覇の街での生活の一端をご覧になってみてください。それでは、国際通りのすぐそばにある沖縄県庁、その隣にある那覇市役所から始めてみます。はい、皆さんこんにちは。万歳大屋でございます。今日はですね、那覇市役所に来ております。転入届、那覇市に席を置こうということでやってまいりました。これはですね、バイクを購入するために、席を入れる必要があるということでね、125cc 以下のバイクっていうのは市町村のナンバーがつくんですよね。124cc だったかな。PCR っていうバイクを昨日買ったんですが、このこっちに席がないとナンバー取れないということでね、まあ面倒ですよね。それで今日転入して、来週あたりに、バイク屋さんがナンバーをね取りにここにお見えになるということで、その前に万歳大屋が来てしまいました。那覇市役所です。なんか立派だよね、那覇市役所ね。初めて入ります。実は万歳大屋ね、東京都の港区の港区民にもなったことあるんですよ、ちらっと隠れた話の種です。ここは那覇市役所です。今から突撃。あ、そうだ、時間10時20分でした。はい、突撃します。突撃ってなんだよっていう感じですよね。ペロペロペロ氏は今日台湾行ってるらしいけどね。はい、転入の、届出書も書いて、あとは窓口で、あ、呼ばれました、2016。はい、突撃です。はい、転入届終了しました。すごく丁寧なね、職員さんで、いや、こんな大変なことあったんですよ、年金事務所でとか、そのね、印鑑登録証明書の話とかね、まあ、どうしてもそんな制度上の不備っていうのがあって、それを話すると愚痴話になるというかね、しょうがないっていうか、しょうがないですよね。はい、なんかね、沖縄で一番大きいパソコンショップだというところに来てみました。なんでここに来るのかというと、ノートパソコンのハードディスクが、動画のデータでいっぱいになっちゃって、これはですね、外付けハードディスクにデータを移さなきゃならないと、そういうことで SSD がいいんだけど、まあハードディスク、回転式の安いのあったらいただきたいと思っています。はい、買いました、これです。なんと6TB、ハードディスク SSD じゃないですけど、12,900円、まあ、約13,000円で 6TB っていうことでした。これでね、しばらくねデータ入んねえやなんてことはないんじゃないかなと思います。はい、沖縄でこういったもん買いました。あ、そうだそうだ、免税対応できませんでした、残念。ひなもちゃんコーナーです。そしてお母さんにゃんごちゃんは、
調子はいかがですか、お元気ですか、にゃーごちゃん